はい、どうも始まりました。スタンドバイシネマチャンネルの塚原直彦です。よろしくお願いします。はい。このチャンネルはですね、新旧問わずいろいろな映画の感想や考察を行いながら、よりゲストさんをお招きして、いろんな映画の企画に挑戦していこうという映画チャンネルでございます。よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、来ました。この映画、僕めちゃくちゃ楽しみにしてました。僕オリジナルがね、本当に大好きで、もってもなくね、リアルに100回くらい見てますから、オリジナルは。はい、この映画でございます。キューブ、一度入ったら最後。はい、というわけで来ましたね。この元の映画はですね、1997年のカナダ映画ということでね、ヴィンチェント・ナタリ監督っていう監督が撮った、当時28歳ですよ、撮ったナタリ監督の初の公認リメイクということでね、これはもう楽しみが何もでもないでしょうということで、早速ね、レビューしていこうと思います。まあいろいろ言いたいこともあるんですけど、まずね、もうざっくりしたね、大まかな感想を先に言わせてもらってもいいですか。はい、来ますね。はい、リメイク失敗でしょう。はい、ということで、いやー、面白くなかったな、僕は。ちょっとね、いろんな点もあるんですけども、そのね、細かい点をね、言っていこうと思いますけど、もちろんね、悪かった点じゃなくていい点もたくさんあったんですけども、ちょっとまずね、良くなかった点から行かせてもらおうと思います。一番気になったのがですね、まあ、とにかくテンポが悪い。むちゃくちゃ悪い。これ元はね、90分しかないんですよ、オリジナル映画がね。今回ね、108分あるんですよ。だから18分伸びてて、まあ、18分伸びた意味が何なのかなと思って僕見たんですけども、単なるね、間延びにしか感じなかったですね。で、ワンシチュエーションスリラーでね、これでね、密室状態で間延びしてるってのはかなり致命的だと思います。ね、オリジナル作品がね、もう本当にテンポよくね、90分にまとめられてたんで、そこがね、失われてしまったっていうのはね、この作品一番の醍醐味がなかったみたいなもんなので、ちょっと残念でしたね。何がね、テンポ悪かった一番の原因かって言いますと、オリジナルと違いまして、今回ね、須田くん主役のね、回想シーンがただ含まれるんですよ。これがね、めちゃくちゃテンポをね、失ってる原因の一つでございまして、オリジナルはそういう要素が一切なかったんですよ。集められた6人の男女がバックボーンを描かないでそこにいるだけなので、そのいる中で状況で判断していくしかないわけですね。彼らが話してる内容とか、彼らのビジュアルとかね、国籍とか、その雰囲気だけで掴み取るしかないんですよ。だからそれはつまり、我々もその6人プラス1人で中に入ってるような状況という感じで、実際にヒーヒーできたり体験できたりしたんだけども、今回はその回想シーンが含まれてしまうので、結構ね、一個客観的に我々が見てしまうんですね、作品としてね。ちょっと距離ができてしまうんですね。やっぱ回想シーンっていうのはもう日本独特の説明してしまうというね、正直ね、作品としての噛み合わせは良くなかったかなと思いました。はい、次も二つ目でございますけど、二つ目ね、もうこれはね、ちょっとね、役者さんがかわいそうかなって、役者さんはね、めちゃくちゃね、お芝居頑張ってたって、頑張ってたらすごい良かったんですけども、画面がね、クリアすぎて、ちょっと緊迫感がめちゃくちゃなく見えてしまうんですよね。これはつまりね、セットがチャッチく見えてしまうことにつながってしまいまして、そもそもね、もともと低予算映画で、ある意味一つのセットをうまいことしてキューブっていう中で、いろんなね、部屋に見せてるんですけども、セットを色を変えることによって違う部屋に見せたんですけども、まあ、今回もね、そういう手法は使われたらと思うんですけども、ただただね、やっぱあまりに画面がクリアだったり綺麗すぎたんで、本当にセットにしか見えなくてですね、セットの中で役者さんが頑張ってるって見えてしまうんですね。出したらコントに見えてしまう瞬間すらあったんで、もったいなかったなと思いました。せめてこれはね、画面のもうちょっとザラつきを出すとかね、そういう部分だけでもどうにかなったと思うんで、トラップもね、ちょっとチャッチく見えちゃうとか、そういう部分もあるんですけども、前の作品がだってね、24年前であんなリアルに見えたのに、今回はやっぱりね、こうやってね、チャッチく見えてしまうっていうのは、ちょっと技術の問題というよりは、もうその考えが足んなかったんじゃないかなと思いましたね。もったいなかった。はい。はい、続きまして、3つ目でございます。3つ目がですね、これはね、あんまりがっつり触れられないんですけども、やっぱストーリーに突っ込みのところが多々あるんですよね。だこれに関してはね、悪いところじゃなくても、やっぱり、ね、いいっていう部分ではあったんで、あ、そっち側に持ってたんだって部分もありましたし、なるほどなって部分もあったんで、まあ、個人的にはちょっと突っ込みところが多かった。なんでそれを言わないんだろうとか、なんでそこだったら絶対そう言うはずだろうっていうところがちょこちょこあったんで、ちょっと気になった部分でありましたね。はい。ちょっとおまけなんですけども、星野源さんがね、キューブっていうね、エンディングテーマを歌ってらっしゃるんですけども、これに対して結構ね、皆さんいろいろ言ってる方がね、曲合わないとか方が多かったんですけども、まあ、個人的にはね、僕この部分に関しては全然思いませんでしたね。まあ別にね、まあ商売ですから、もちろん星野源さんのね、歌で、後押ししなきゃって気持ちもわかりますし、歌詞の内容がね、結構もちろんキューブの、ね、オリジナル曲ってことで、そういう曲だったんで、よかったと思いますし、まあ、ここはそんなに思いませんでしたね。なんか、余韻を削いでしまったみたいなね、ポップすぎてっていう意見もあったと思うんですけど、まあ余韻も何もなかったような気もするんで、個人的にはね、全然そこの部分にはね、気にならなかったです。というわけで、ちょっとここからね、良かった部分を伝えていこうと思うんですけども、
やっぱりね、一番良かったのは、やっぱオリジナルがね、もう無名の役者さんだけで組んでた話だったんですけども、やっぱね、今回豪華キャストの共演ということで、そこだけでも十分見応えはありますね。やっぱりお芝居皆さんね、さすが達者でございますし、本当にね、やっぱりアンさんも綺麗でしたね。やっぱ美しいですね。良かったし、やっぱ須田くんも良かったし、斉藤匠くんもね、しっかりね、やっぱグイグイ引っ張っていく役でね、合ってましたし、やっぱ吉田鋼太郎さんもね、やっぱり面白いですね。見事なね、やっぱ見ちゃいますしね、どういうお芝居するんだろうとかね、さすがのお芝居でございましたし、それこそ無名の役者さんでやってたら、余計ちょっともう見れなかったようなレベルだったのかもと思ったんですけど、やっぱそこはね、さすがでした。はい。とても良かったと思います。はい。で、あとは、ね、やっぱ新たなストーリーとしての、ね、提示をね、とてもしてくれたんで、ここには本当に、ね、どうやってね、話を包んでくるのかなって、全く待ちにしちゃったらね、それまた意味がないですから、全く話が違う。全然違う方向の話、ぐん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 行くんで、あ、なるほど、そういう手法もあったのかと思いましたし、まあ、これは先ほど言いましたが、良かった悪かったもあるんですけども、個人的には、あ、見事だなと思いました。まあ、それぐらいですかね。ね、なかなかね、他には今のところは思いつかないかもしれないな。本当僕オリジナルがね、めちゃくちゃ好きなんで、とても仲いい友達で見に行ったんですけども、その友達はオリジナル見てたんですけども、ほぼ忘れてたってことだったんで、とても楽しんでたんで、やっぱね、そういう比べなかったら全然楽しめるんだと思います。もう本当に、ね、好きすぎて比べてしまったのは良くなかったなと思ったし、やっぱ前を追ってしまった部分もあったんで、そこはね、映画を見るね、視点としては良くないので、もしこれ今回初めて見るって方はね、十分楽しめる作品だと思います。こうやってね、僕個人的にはね、もうリメイク作品っていうのはね、もうオリジナルが良かったものに関しては、ガンガン作っていって、もしこう超える可能性があるならね、作っていってほしいですし、ただ今回の件に関しては、もう一回言いますけども、失敗だと思います。本当に失敗です。もうだから僕ね、もう役者やってますから、これたまに言われるんですけども、やっぱ方眼を叩くなと言われるんですけども、もうこれはね、言ってかないとやっぱ良くなんないから、もうダメです、本当にもう。だって別にさ、この作品がやっぱり面白くなかったっていうとこはしょうがないですけども、やっぱり、このね、挑戦した姿勢とかは僕とても良かったと思いますし、別にね、だからといってリメイクやめろってわけじゃないので、しかしやっぱりね、リメイクって難しいですね。なかなか超えれないですね。逆に、ありますかね、もうリメイクがめちゃくちゃ良かった作品って、もし良かったら教えて欲しいんですね、コメントでもね。なかなかですね、最近では思いつかないなと思って、なかなかやっぱ難しいですね、と思いました。はい。というわけでね、こういう感じでね、いろんな映画の感想やね、いろいろ考察を行うと思いますね。よかったら高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。はい。というわけでありがとうございました。あと一個は、サブタイトルダサすぎじゃないですか、ほんと。ね、もうちょっとなんかあったと思います、ほんと。ありがとうございました。残念。